公表はされていませんが、実は日本にも特殊部隊があることをご存知でしょうか。今回は自衛隊最強と言われる特殊作戦群について見ていきたいと思います。陸上自衛隊には特戦群と呼ばれる秘密のベールに包まれた部隊があるそうです。特殊作戦群と呼ばれる部隊です。特殊作戦群、ズグスドフ、スペシャル、フォーシーズ、グループ、ズフグプは防衛大臣直轄の陸上総隊に所属する部隊です。防衛省からは公式に陸上自衛隊における特殊部隊と定義されたもので、その編成や活動など詳しい内容は安全保障上の理由ということで公表されてはいません。そのため存在を知らない国民が大半と見られています。川口海事氏の漫画空母息吹は人気がありましたが、その中で中国軍に奪われた日本最西端の与那国島奪還作戦が行われ、深夜に降下を敢行して敵地に潜入、第一空挺団の降下を誘導する役割を果たしたのがこの特殊作戦群という展開になっていました。この漫画はフィクションですからね、念のため。この部隊が創設されたのは18年前の2004年平成16年3月でした。特殊部隊と聞いて皆さんが連想するのはアメリカ陸軍のグリーンベレーではないでしょうか。グリーンベレーの正式な名前は US アーミースペシャルフォーシーズで、枯葉剤被害や沢田教一の写真、安全への逃亡などでも知られるベトナム戦争で名を馳せた部隊です。またアメリカには対テロに特化した特殊部隊デルタフォースなどもあります。日本はこういった特殊部隊を目指して特殊作戦群を設立、対ゲリラ掃討戦や敵地及び敵部隊の偵察、接攻、後に続く正規部隊を先導するための敵地突入、空挺部隊の降下地点を選定し誘導、爆撃機や攻撃機の爆撃誘導などを行い、最前線で敵地に入り込んで橋頭保を築くことを主な任務とされています。他にはデルタフォースと同様、敵の後方拡乱や破壊工作なども縮小に入ると見られています。この特殊作戦群本部は第一空挺団拠点である習志野駐屯地にあります。編成人数は約300名と見られますが、詳しいことはやはり不明です。まして訓練方法などについても防衛秘密とされ、有事の際には他の陸上総隊令下にある部隊との連携プレーが求められています。例えば習志野の第一空挺団、長崎の水陸機動団、木更津の第一ヘリコプター団、第102飛行隊、宇都宮の中央即応連隊などと連携しつつ行動すると見られているのです。特殊作戦群はその任務から他の部隊とは違う装備品が用意されているようです。特に個人装備に関しては多種多様なものが整えられているとのことで、迷彩服一つにしても通常迷彩服だけでなく濃紺の迷彩服なども支給されるそうです。また戦闘服にでも一般用、航空用、空挺用、機甲用、市街地用が支給されるということです。敵の中に入り込んで撹乱するためにも変装用として多くの衣服が必要なわけですね。では武器はどうなのでしょう。標準装備している銃はアメリカのコルトファイアアームズ製の M4A1 で、アメリカ海兵隊でも使用している小型かつ軽量で短銃身が取り回ししやすい 5.56mm ナトー弾を使うアサルトカービンや、特殊小銃 B としてドイツのヘッケラー&コッホ製の同じく
5.56 ミリナトン弾を使用するアサルトライフルも使用されていることが確認されています。これらの他にも、ケッヘラー&コッホ製の短機関銃、SGM-MP5 や自動小銃 M27、アメリカのシグザウェル&ゾーン製の短機関銃 SIG、MPX などの銃も携帯、もしくは調達していることが確認されています。これらの銃を、多彩な任務に応じて使い分けるとみられ、特殊作戦軍の隊員は、すべての銃を完璧に使いこなせるように訓練されていると言われています。また、陸自の正式銃の89式 5.56 ミリ小銃、2020年に、正式に調達が開始された20式 5.56 ミリ、銃も保有しているのが確認されていますし、拳銃も、自衛隊正式拳銃の9ミリ、拳銃やケッヘラー&コッホ製の USP、狙撃任務時に使用するアメリカのレミントンアームズ製対人狙撃銃 M24A に、新しい銃器カテゴリーの PDW、パーソナル、ディフェンス、ウェアポン、個人防御火器である、ケッヘラー&コッホ製の MP7 なども購入していると見受けられます。他にも、一般部隊に配布されている、携帯式軽機関銃、ベルギーの FN ハースタル製の 5.56 ミリナトン弾仕様のミニミも配備されているそうです。個人用暗視装置 JGVS-V8、通常部隊の装備品はすべて揃えられていますから、そういったすべての武器を確実に操れるスキルを、部隊全員が身につけることが義務付けられています。そのためにも、厳しい訓練が行われていると推測されます。その性質上、特殊作戦軍は、陸上自衛隊の公式行事などには、ほとんど姿を見せることはありません。敵を欺くには、まず味方からということなのでしょうね。自衛隊員であっても、実際に、その隊員を見たことがある者は、少ないと言われています。何かの形で人目に触れる場合、顔を隠す目出し帽などを着用して、顔をすべてさらけ出すことはないそうです。そして、家族にさえも、自分が特殊作戦軍所属であること知らせていないという。随分慎重なんですね。さて、そんな厳しい任務を負う隊員の選抜ですが、発足当初は、第一空挺団を母体としていたため、空挺団から優秀な隊員を選抜していたということですが、現在は全国から職種に区別なく選抜されているということです。もちろん、選抜試験の受験資格は全く公開されていません。防衛省訓練においてのみ、特殊作戦隊員要件が公開されていますが、空挺基本降下課程、あるいは、空挺基本降下課程と特殊作戦課程両方の履修が必須とされているのですが、レンジャー資格については、特に明記されていないようです。とはいえ、こういった資格要件は、試験合格後に取得できますし、前任職種に関わることなく、資質を持った隊員ならば、受験は許可されるということです。ただし、選考検査から、教育、特殊作戦課程を経て、特殊作戦軍の隊員になれるのは、訓練参加者全体の1割から、多くても3割程度とされますから、レンジャー課程教育より過酷なものと思われますね。約2週間の最初の選考検査をクリアした隊員ですが、さらに、1年間、特殊作戦課程で選考されることになっています。空挺機証を持っていない隊員は、第一空挺団の基本降下課程終了後に特殊作戦課程に入ることになっています。それだけではありません。陸、海、空の各自衛隊の各種教育事項が必須で、海自のスクーバー課程、
水中処分員、施設嫌いや海中の不発弾処理など、陸自の自由降下課程、冬季遊撃レンジャーなども受けるので、一人前の隊員になるまでには、最初の選考検査から、かなりの年数がかかるのです。その長い時間を耐えて残った隊員が、心身、ともに、陸上自衛隊でも屈強で最強な隊員になるわけです。隊員となってからも、彼らには、過酷な訓練が課せられます。射撃訓練で、標的の脇に隊員を立たせ、10メートル以上離れた地点を走りながら、拳銃の実弾を敵に命中させるという一般人には信じられない訓練もあるというのです。こういった過酷な訓練に耐える隊員たちの誇りと任務遂行意識は非常に高いと言われます。必要とあらば隊の過酷な訓練に止まらず、休暇と自腹で海外の民間軍事会社などが主催する研修などにも参加して自分を鍛える隊員も多いらしいと推測されています。こういった特殊作戦群には敵地に潜入しての裏小作や情報収集などの任務が与えられます。しかし、その裏では、要人暗殺など、裏の任務に対応可能な訓練も行われていると囁かれ、その動きから、現代の忍者と呼ばれているのです。特殊作戦群の隊員は、特殊作戦起床を、自衛隊施設内で、軍長が必要と認めた場合だけ、左胸ポケット上に着用できると言われています。この起床は、日の丸と、正義や軍事力を意味する剣、獲物を吸収するトンビ、陸自起床の桜星と、神木の榊というデザインです。この起床を見たいという人も多いでしょうが、一般国民の前で、正体を明かすことは絶対ないでしょうから、残念ながら見ることは、できないでしょうね。